水駅は古代律令制における駅伝制度において船や水夫を配備して河川や故障の横断に便宜を図った駅のこと。中国においては、甲賀、長江などをはじめとする大河や湖などが多かったために途中で陸路が遮断されることが多く、そのために専門の水駅を設置して船による河川、故障交通を利用して駅伝制を維持してきた。これを受けて、 日本でも、馬山きれいにおいて、必要な場所に、水駅を設置し、利用頻度に応じて4隻、以下2隻以上の船とそれを動かす艇の配置を命じた。だが、実際に、水駅が確認できるのは、越後国に1カ所と、出羽国のもがみ川沿いに、これに順次た施設が4カ所存在するに過ぎなかった。前者は、佐渡国へ渡る船の発着地、後者は、もがみ川を下って、 では国府悪いは、秋田城に向かう途上にあった。この他に、一般の駅にも、都下のための船を配備したものもあったが、造用による旅行が徴用されただけで、専門の火の戸が置かれることはなかった。これは、日本の河川に大河川が少なかったこと、駅伝及び、紅葉の移動は馬もしくは徒歩を用いて、艦道を経由することが原則とされていたために、 例外に相当する船や車の使用には、消極的であったことが関係しているとも言われている。死体樹、実令成果の交通制度、縦の和美、井出田和久編、日本古代の交通、流通、情報一制度と、実体 i s b n 九百七十八から四から6 4 2 0一七二八二 p 二十四から二十六。松原博則、日本古代の交通と、 情報伝達、9個書院、2009年、ISBN 9兆7847億6294万2051。ありがとうございます。